本日も再発しないを目指す歯科医師秋元正弘先生にお話を伺っていきたいと思います。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日いただいているご質問は、はい、妻に口臭があります。歯科的な原因でしょうかというご質問をいただいております。はい、先生、こちらはいかがでしょうか。はい、そうですね、口臭の原因というのは、いくつかあるんですけども、そのご質問された方がおっしゃるように歯科的な問題であることが、大半ですね。奥歯の中が歯科的な問題から来る口臭は、はい、原因としては、大きな深い虫歯があって、そこに汚れが溜まって、それが悪臭の原因になっているパターンが一つですね。はい、ともう一つは、歯周病で、歯の周りに歯石がついて、周りに歯周病菌がたくさんくっついているという状態になると、はい、歯周病菌、ある種の歯周病菌が生み出す、アンモニアという、匂いがあるガスですね、はい、を産生して、それが口臭として、発生するという原因が一つと、はい、あとは歯の周囲ではなくて、ベロ下ですね、はい、下の表面は結構デコボコしてるんですが、そこに、老廃物だったりとか、食べ物の、細かいカスみたいのがくっついて、でそれが口臭の原因になることがあるので、奥腸の中が原因で、口臭がするっていうことは多いんですよ。はい、でただ内科的な問題で、胃の方に問題があって、そこから上ってくる匂いだったりとか、はい、あとは、特に糖尿病の患者さんとか、内科的な疾患を持ってる方は、内科的な問題で、口臭がしてくるということもあるんですよ。はい、でなので、まず口臭が気になるような場合には歯医者さんに行って、歯科的な問題を解決してもらうと、はい、でそうするとおそらく8割から9割の方は、口臭が改善すると思いますので、ただそれで解決しない場合には内科的な問題があるかもしれませんので、はい、内科の先生に見ていただいて、はい、口臭の原因になるような疾患がないかどうか、調べてもらうというところが、大事だと思いますね。先ほどのご質問の方は、奥様からということだったんですけども、やはり口臭が気になるのはやっぱり女性が多いみたいなんですよね。とある調査ですと、はい、年代が上がっていくに従って、男性は、奥様だったり、パートナーの方の口臭が気になるという、ふうに回答する割合が徐々に年齢が上がっていくと低くなっていくんですね。ただ女性はですね、はい、当然若い頃も20代とか10代の頃も相手の口臭が気になるというふうに回答する方が多いんですけども、それが30代40代50代60代になっても比較的高いパーセンテージの方が、パートナーの方の口臭が気になるというふうにおっしゃっているので、はい、世の、旦那さんもですね、はい、もしかしたら奥様に思われている可能性がありますので、ここ最近歯医者に行ってないなという方は、はい、ぜひ定期検診に行かれてですね、クリーニングをしていただくとよろしいんじゃないかと。ちょっと安心できますね。そうですね、はいはい、かしこまりました。ありがとうございます。本日は、妻に口臭があります。歯科的な原因でしょうかというご質問を先生に聞いてました。はい、先生、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。